ないです。三味線弾いたの。ああ、そうか。すいません。なので、場所に来た。いつ前通りだったら、ダーシーだけよって言ったら、お、出たよ。聞いたら、お、書いてあるじゃん。シーガーで書いた。逆じゃねえか。面白いかも。やろう。やめてやろうが。やめてくれだろ。シーガー俺おもろいじゃん。シーガーって漏れちゃこっちゃうけ。はい。はい、すいません。はい。うまそうですか。うん。これ。はい。よし。いただいてみよう。はい、いただきます。コーラにみたいな。うまい。うん。うまい？コーラで炊いたらこれ柔らこうなんで。うわ、食べてください。食べてください。いやいや、食べてください。お座りしてください。キャンプ行ったらね、コーラが炊いたりするからね。ああ、そうなんですか。はい、いいんですか。コーラだけでできませんよね。コーラだけなんですよね。あれ、コーラだけでやれます？コーラだけでの。あ、そうなの。コーラ抜き。あ、コーラだけで。すいません、いただきます。ああ。うん。あ、うまっ。うまいな。うまいですね。うまいですね。うまいですね。うん。ちょっと量を取ったけど。あれやな。あのブロイラーがあるが、量、真空パックの。はいはい。あれのなんか、ほんまブリップリの熱々みたいな。うん。うまい。あれはもう加藤で、あれだけど。魚飲みじゃないよ。ああいう感じや、これ。すげえ。あ、うまいわ。あ、うまいわ、これ。これは絶対食べるべきですよね。これはビールですね。そのだね。これだけこのもっと方がつく。もっと方。こっち側の皮の方が皮が。ここは美味しいですね。なるほど。どんどこは？どんどこよくは？どんどこは？ご飯のどんどこ食べます？いやいや一人でも大丈夫です。わあすげえ。わあ出た出た。おおすいません。おー、出た。豪快だね、これ。すごいね。すごい、すごい。これは動画撮らんの？これはすごいわ。これうまそうだな。これお父さん、これで4つ。何？はい、すみません。ありがとうございます。はい。ちょっといただきます。はい。うわ、かっこいい。え？うまい。ちょっとこう中華屋さんとは違う。うん。あ、うめえよこれ。むせるだよ。俺はむせるわ。あ、おいしい。これじゃな。パリパリ。これはうまい。マジで。うまい。うまいわ。あ、ちょっとそれ入れんでもこれまあまあピリ辛よ。うん。もうわからないなってじゃ。ね。うん。ちょっとピリ辛、ラー油が効いて。これは食えるな。うん。うまい。餃子もう一枚食べてもらっていいですか？もう一枚。うん。これはいい。うまい。うまいわ。すいません、後で注文お願いします。はい。のんべりにはたまらんじゃん、これ。ほんま、久々になんか好きな動画。これはほんま。一口サイズで何ぼでもいけるな、これ。あ、ちょっと、じゃあ、いただきます。まあ、取ってませんよ。最近飲み物ないっけね。まあ、一人で飲み、一人でこういうとこで、ちょっと飲んでみようね。あ、これ酢豚みたいな。酢豚みたいな。
そうね、最初2人前だもんね。餃子とビールは絶対合うよね。飲まんでも分かるばかり、鉄板でね。鉄板な、うん、飲まんでも飲まんで餃子とビール合うね、合いますね。なんかこれタイじゃないらしいですよ。あ、これあれじゃない、あ、さっき僕も聞いた、はい、言ったけど、ごめんなさい。まあ、ええですよ、それでも食べてみてください、それでどんなか。ね、スープ？いや、醤油や。あ、醤油か。大丈夫でしょ。もう入れようとしたら違いますね。醤油と酢だもんなれば、うん、大丈夫でしょ。ちょっと辛くなるだけで、うん、まさかこんなの入れようか。問題ない。もう問題ないでしょ。問題あるな。醤油これだけ。いや、怖くもないし、ね、怖くないよ、全然。だから、いや、怖いとか言われる。怖い、怖い、怖い。そもそも。多分、赤ちゃんはそう思わない。赤ちゃんは怖い。これは全然怖ないでしょ、じゃあ。赤ちゃんはリアルガチで怖い。それ美味しいとこ困るもんな。うん、でも合う合わんはあるだろうけど、僕らも合う合わんはあるけど、それもまあ一つまあ面白いなみたいな。今の知っとるけ、あの、あれ出るか出るかね。それで、うん、それでもまた面白いかな。失敗いうのはないですよ、なんか、うん、それはそれでまた面白い。あ、こういうのもあるんだ。いや、それは見て加えると迷惑のがあったらやばいじゃないですか。そういうのはさすがにないよね。あったら、ほんまにそれだったら言いますわ、もう。いや、これやべえっていう。お父さん、餃子1日どんぐらい包めます？もう何百個、何百個で包めるんでしょ、毎日。俺の株も上がる。皮が違うような気がする。
これで選ぶようだな。一緒ですよ。違う。違うですよね。水餃子だと。違うですよね。違うよかった。皮がやばい。じゃあ皮が。じゃあ皮がちょっとごっついね。崩れ崩れんよ。ニラじゃあったニラ入ってもネギじゃあって言われる。ああ。ああが割合のね。うん、全然違う。うん、美味しい。回してあげて。はい、これ取って分けてください。いやいや、ちょっと万来軒っぽいような色。いつもあのね、あのカバちゃんチャンネルでチャーハンが出てくるんで。あ、ちょっと。じゃあ、超いいわ。もうすごいバラバラだったね。こう、こうショールの時は。ね。こうやってショールの時は。ああ。そうですね。他の人です。チャーハンの批評は宮崎さん。はい。チャーハンの批評は宮崎さん。俺。美味しいわ。しっかりふわ。うまい。ちょっと、やっちゃう。うまい。ビジネスショップっていうのよ。ああ、これうまいわ。うまかったな。すいません、ビールおかわりで。今そばも頼まれてる。まだいけない。もういけない。みんなでつまらない。もう、大変ですよ。もう、俺は大丈夫です。俺ももう入るわよ。そういうの。浜ちゃん、もう夜で。まあ、いつも夜です。夜でも。もう腹いっぱい。中華そば食べれるの。よし、また食べれます。焼き飯。ここ最近俺ナンバーワンだわ。うまかったな。うまい。アメージング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 。ここもずっとちょっと行ってみたかったっけね。そうやな。上の方だし。俺もここ気になって行ってみてえなあ、思いよって。あ、つくさんも行ってみたいって言って。もうちょっと行こうって。10年以上前に、ここからここ美味しいって聞いとって、料理館があったんですよ。ちょっと一人で、中身通るんだけど、ちょっと、なかなかまあ一人じゃね。今日たまたま聞いて、今度は仕返り教育。そう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 。一人で飯食うってんで、俺はどこでも行けるけど、じゃあ帰りますか。いや、もう待ってくださいよ、これまで。もう、あ、おばちゃんの。チャーハン食え食えって。おばちゃん、おばちゃん。中華そばどうか。いや、もう、俺のために一緒に来て。デザート行きます？いや、デザートはまあ別腹かな。ソフトクリームぐらいだな。パンケーキいけるでしょ。パンケーキ。無理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 。ああ、餃子美味しかったな。久しぶりじゃ。全部美味しかったですね。うん、全部美味しかった。餃子と焼き飯だな。昼もショールです。昼はショールなんですね。あ、腹がいっぱいになった。あ、美味しかった。ほんまほんまほんま。だって普通ラーメンチャーハンぐらいだけどな、餃子食わんもんないつも。食わんよ。めっちゃ。まあ俺の方が食うね。浜ちゃんの方がよく。どっちか言ったらね。それはまあ体のな、動きが違うけな。動きが違う。いやいや動きよらんっつよ、もう。歩いてる歩数が違うな。さあ帰りましょう。いや帰りますか。はい。お愛想しくださってください。みんな食べるんだけど、チャーハン気になったよね。特にチャーハン良かったです。頼んでくれ。うまかった。すげえうまいチャーハン。チャーハン美味しかった。うまかったな。うまかった。チャーハンすごい。はい、すみません。ありがとうございました。ごちそうさま。お騒がせしました。ごちそうさまでした。